ライナー無我夢中で走った。化け物の追いかけてくる音は聞こえ続け、タクロの方を振り返ることはできなかった。しばらく走った後、気づくと外に出ていた。タクロ、みんなあの化け物にやられていく。荷物がだいぶ増えてきましたね。いや、ちょっと切り替え早い。よし、それじゃあ行きますか。あ、ちょっと待って、こっち。あ、そっか、あれなんよね。どこへ行けばいいんだ？ん？今なんかならんかった？気のせいかな？なんかこの辺今動いた気がした。いや、動いた気がしたって怖いな。え、じゃあとりあえず、なんだ、こっち？行きます。でも、なんかこれ二つ火ついてないんやけど。これは別につけんでいいやつ？ん？火？火じゃない？もしかして。え、これ火じゃないの？なんなんやろこれ。ちょっとよくわからんねえけど。え、なに？チュー！ネズミ！え、ネズミ！ネズミ？私な、別に何も持ってなかったよね。持っとった？いや、持ってないね。持ってないね。でも、確実に今のネズミはなんか意味があるってことよね。で、ここもなんか2箇所。なんなんやろ、あれ。ちょっとよくわからんけど。あ、鍵がかかっとる。進めねえ。進めねえ。え、なにここ。なにこれ、トイレ？え、トイレじゃないか。この井戸とかなんかありそうじゃない？あ、なるほど、隠れれると。友達を置き去りにして自分が隠れると。こちらのパズルは動かない。すでに完成されているようだ。パズル？パズル。これは？ SEW。指でなぞってパズルを動かす。SEW？ なぞる？あ、そういうことね。あ、でもこれってあれやねん。え、ちょっと待って。え、でもなんか思っとるやつが、N がないんやけど。しかもこれはどういう方向に動かしてったらいいんやろ。え、こことかでいいってこと？こういうこと？え、何もならんねえけど。こういうこと？こっちじゃないっけ？え、合ってるよね、方向。え、これはどう動かすの？なんかこの辺に、ちょ、待って、別の、この辺にヒントがあるとかそういう。ん？あ、この位置に動かすってこと？あ、そういうことかな。ってことは、一番下と、上から3番目、2番目。ここと、あ、違う。一番下と、こっちが2番目で、こっちが3番目？こういうこと？あ、できた。パズルから何か落ちてきた。落ちてくるような感じなの、あれ。どういう、縦型になっとるってこと？チーズ来た！これ絶対あれやん。絶対、ね。絶対、ネズミのとこやろ。はい、来たー。ネズミ、ネズミ、ネズミ。じゃ、ここにお供えをすればいいと、そういうことかな？壁にはネズミが入っていった小さい穴がある。ここに置くんかな？置いて、ネズミが出てきて、どうするの？食べかけのようだ。チーズを穴の前に置いた。で、どうなるの？え、何もならんねえけど。一回出て、入ったら、あ、ある！何これ？はい。お、資料室の鍵を手に入れた。これは、ネズミがチーズの代わりに置いていったのか？お礼？まさかのお礼やったね。ってことは、これで、左側の部屋に行けるようになったってことかな？ちょ、待って、私、全然セーブしてない。怖い。怖い、セーブしとこう。それじゃあ、はい。セーブします。オッケー。じゃあ、これで、はい、この左の部屋に入っていきましょう。え、鍵かかっとるやん。え、どういうこと？使えんの？資料室どこ？え、資料室どこ？こっち側他に部屋なかったよね。え、こんだけやろ？資料室どこよ？え、ちょっと待って。謎なんだけど。え、なんか毎回ここ動きよりより見えるんやけど、気のせいなんかな？気のせいよね。
ここもあれやろ？隠れる場所やろ？ですよね。ですよね。んー？どこに？ちょっと待って！ちょっと待って！めっちゃびっくりしたんですけど めっちゃびっくりした。タクロウはブルーベリー色の巨人に追いつかれてしまった。タクロウ何やってんだ？ タクロウ何やってんだ？くっそ、私が追いつかれていないというのに。よし、行きます。よし、行きます。はい。あそこに来られた場合、ちょっと待って、あそこに来られた場合、こっちに来ればいいってことかな。これで、あれ、何しようとしたんやったっけ？あ、そうそう、下の部屋に行こうとしたんか。はい。あー、出てこない。あ、そう、こっちにあるんか。こっち入ってすぐのところにタンスがあるんか。待って、資料室どこ？マジ資料室どこよ。いやー、もう超不気味なんですけど。超不気味なんですけど、そっちは出口じゃないだろ？そうですね、出口を目指しましょう。資料室ないやん。待って、資料室とかないんやけど。待って、出口どこ？あれ？あ、これか。見えねえ。てか、この辺のさ、岩はなんか、動かせないのか。動かせないのか。何しにあるの、この岩。別に関係ないってこと？ちょ、待って。動かない。タクロウと二人で強く木を揺らし、あ、木揺らせるん、これ。木に引っかかっていたものが落ちてきた。何？柿を手に入れた。柿？柿？ってことはこっちの木は？なんかそろそろ出てきそうな気がするけど。タクロウと二人で木を強く揺らした。あ、こっちも？あ、柿！あ、これもしかしてこっちのさ、私が火って思っとったやつ柿じゃない？お供え物ってこと？ちょうど数も2個あるし。ってことで、じゃあここに、柿を置きましょう。落ちてきた衝撃で少し柔らかい。いいん、そんなので。ここでは使えない、使えんやないかーい。方向的な感じ？そういうことではなく？使えんのかな？ だとしたらこの柿は一体。あ、できたできた。方向的なことやね。柿をお供えした。じゃあこっちにもお供えできるはず。お供えしたら青に出てきたりせんよね。あなたにお供えしたんじゃないですけど、みたいな。お、西側の扉が開いたようだ。あ、マジか、開くんや。鍵は？ 資料室の鍵はどこで使うの？はい。この先に資料室が出てくるってことかな？謎なんですけど。謎なんですけど。まあ、とりあえず、西側の扉が開いたらしいから。おー、来たよ、来たよ。なんか、不気味な感じがするよ。あの音めっちゃびっくりする、やっぱり。資料室の鍵を使った。ここが資料室なんね。オッケー。この辺とか、なんもないんかい。この辺なんかちょっと一個ずつ、なになに？だいぶ古いアルバムだな。どうした？おいおい、100年以上前のものかよ。100年以上前の？ってことは少なくとも100年以上前には人が住んでたんだな。てか、歴史的な。写真もまだいくつか残っている。100年前の写真貴重。ん？アイナどうしたんだ？ちょっと待って、めっちゃ鳥肌立ったんやけど。この親子、やっぱりこんな親子船に乗ってたかなみたいな酔ったもんね。マジか。ってことは、なんでここの島の古い写真に？じゃあもう本当に娘、昔娘が閉じ込められて、それからずっとあの前で待ち寄るってこと？なんかめっちゃかわいそう。一瞬不気味って思ったけど超かわいそう。嘘だろ？さっきも言ったが、俺は船で見てないぜ。そんな、確かに船の上で会話しました。そう、私見たよ、船の上で。ね、見たよね。会話したよね。ハンカチかなんか、そうそう、拾った。拾い物をしてあげて、母親と女の子と話して。それにまだ洞窟で母親が。とにかく早くこっから出て洞窟に行こう。ええ。アルバムに鍵が挟まれていた。大扉の鍵来たー。これで開くってことも、あ、
アルバムに鍵が挟まる。あ、違う。これはさっきのね。なるほど。ちょ、待って。マジか、怖、え?え、あの親子がなんかちょっと、黒幕とかいうことじゃないよね。待って、どういうこと?なんか、あの親子を助けたら、逆にちょっとこう、青鬼も出てこんなるとか、あの親子が生み出した化け物やけど、救われることによって、なんか平和になるよ、みたいな感じかな。違うかな。なに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 ?誰?これ人じゃね?誰? 誰?ちょっと待って、君。うわ、なんか神々しい感じの青鬼出てきたんやけど。なんだこいつ。逃げましょう。俺はもうダメだ。早く行け。どうした急に。どうした急に。いや、タクロウ。アイナは無我夢中で走った。化け物の追いかけてくる音は聞こえ続け、タクロウの方を振り返ることはできなかった。しばらく走った後、気づくと外に出ていた。タクロウ。みんなあの化け物にやられていく。荷物がだいぶ増えてきましたね。いや、ちょっと切り替え早い。切り替え早くね。持ち物を整理しておきましょう。タクロウのことどうなった?アイナは荷物を整理して不要なものを捨てた。待って。じゃあこれでもう親子のところに戻るわけやね。ああ。いろんな謎が明らかになっていきよる感じ。よし。じゃあ、もしかしたらずっとこの鍵届けてくれる人を待っとったんかもしれんよね。向かおうか。洞窟に向かう。母親がいなくなっている?アイナは鍵を使って扉を開けた。何かを察してどこか行った?開いた。ミカの行っていた船がこの先にあるはず。あ、マジで?この先に?てか女の子は?母親と女の子どこ行ったの?あの少女もいない。大扉の奥がこんなに広かったとは。おーい、誰かいますか?だからなんでみんな叫ぶの? おかしい。あの母親はどこに?あの親子、拓郎たちには見えていなかった。じゃあ私一人で喋りやったことになる。あの親子は一体どう考えても幽霊やろ。もう待ってもいられません。この先に船があるはず。脱出しましょう。お兄さん、あの女の子?君はもしかして、私たちを見つけてくれて。へえ、なんか悲しい。お兄さん、私たちを見つけてくれてありがとうね。今やっとわかりました。ずっと一緒にいようね。やめて。巻き添え?あなたと母親は大昔ここに住んでいたんだ。そして青い化け物に殺された。この島の生き霊だったのですね。生き霊?生き霊って生きとる人じゃない。違う。霊感があったのかどうかはわかる、ん?霊感があったのかどうかはわかりませんが、私だけに見えていたとは。ふふふ。その子を道連れにしようとしよるよ。何?動けないの?ねえ、どこに行くの?帰るんだよ。私の本当の姿、見せてあげるね。待って、青鬼?ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。本当のす、えー、ブルーベリー色の神々しい怪物、神々しい、やっぱ神々しいんや。神々しい怪物の左腕に追いつかれてしまった。ってことはさっき、あっちの、何、こ、なんていうん?寺院っていうん?お寺?におったのがあの子ってこと?ね、殺されて、何?殺されて、あいつらの仲間にされたってこと?つら。ちょ、待って、どれやっけ?これか。よし、行くぜ。はい、来た。私、さっきの写真、なんかそんなにまじまじと見てなかったんやけど、どんな感じやったっけ?可愛かった? かわいかった。あ、でも一番最初に船で会った時に、確か、ちょっと、デカめの絵で、今のこのアユナぐらいの感じの絵で見えたよね。可愛かったかな。多分。てか100年以上前の人なんや、この子。そんな感じには見えんね。だって結構普通の、だって現代によっても、この主人公がさ、驚かんぐらいの服装ってことやろ?ね、100年以上前やったらもうちょっとなんか、ね、なに、いつの時代?みたいな格好の、かもしれんやん。ちょ、待って。そう、急激に始まるのやめようや、マジで。マジで。ちょ、油断しとったやん、私今。辛いんですけど。
で？あの一直線だけ？ちょっとびっくりしたよ、私。終わったと思って、今。船がある！あ！あ、なんか思ったよりちっちゃかった。大丈夫？私動かさんで大丈夫のパターン、これ。あ、もう、そっから、もう見逃そう？いい！いや、そこはもう、あ、お兄ちゃん、ありがとうってなった方が綺麗よ。あの後、偶然通りがかった大きな船に救助された。いつの間にか深い眠りにつき、目が覚めると家にいた。家？みんなは？たくさんの地図を調べたが、あの島はどこにも載っていない。てか、何島か知らんけんね。タクローたちはまだ行方不明のままだ。もう絶対死んどるやん。あのまんま。びっくりした。ゲームオーバーに見えた一瞬。ゲームクリアー、やったね。ランク D やばくね。ランク D とかやばくね。死んだ回数101回、プレイ時間4時間。でも4時間なんやね。結構短かった気がする。私にしては。で、歩数9712。スコア。このスコア00000って何？何のスコア？スコア0やん。定数ないやん。ランク D。了解です。了解です。ちょっとわからんけど。はい。ということで、じゃあ今回は、この辺で終わりにしたいと思います。コンティニューもしかしてあるんかな？ないよね。ないよね、コンティニューとか。でも、看板ってついてるよ。看板って何？これロードしたらどうなるの？いや。最初っからってことか。最初っからってことやね。はい、ということで、じゃあ今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。めっちゃなんか歴史を繰り返す気になってしまった。